で、このバーなんですけど、これも実は屋根に登ることができます。ここのですね、内側に入ってジャンプジャンプ、そうすると上に瞬間移動しますここの扉をこの外側に開ける、扉を外側に開けてジープに乗り移り、扉に移り、はい、ドーン、強いでしょティスティスハローワールド、どうも昼下がりのジャマイカです。で、今回はですね、最近ですね、結構僕が動画で上げています、立ち回りの小技集ということでやっていきたいと思います。最近シリーズ化されてますね、まあ、すでにあの都心シンクと都心シンクと、あと水工場ですね、確か水工場2つの立ち回り小技上げてると思うんですけども、まあ、今回はですね、こちらですね、湖畔の別荘のですね、今回は立ち回り講座を上げていきたいなと思っておきます。ということで、多分ね、皆さんの知らない立ち回り講座は何個かあると思います。まあですので、もしね、知らないものが出てきたなと思いましたら、高評価チャンネル登録していただけるとありがたいです。まあ、前回までの新シンクと水工場、水工場のですね、立ち回り講座の方の動画は下の概要欄のリンクからあるので、もしよかったらチェックしてみていただけるとありがたいです。ということで、早速紹介していきますか。ではではでは、皆さん、いきますよー、せーの、やっていこうジャンマイカー、ということで、いきましょう。うわ、びっくりした、びっくりしたで、なんだ貴様、びっくりした、今マジびっくりした。撮り始める前に1キルしちゃったから、多分2キルからだな、これピローンってなってるやつで、今回なんですけど、ちょっとね、あのご要望にお答えしてというか、まあ、今までね、大領主でやってたんですけど、その大領主って課金のアイテムじゃないですか。で、課金しなくてもできるやつをちょっとね、今回は探していこうかなと思っております。で、まず最初はなんですけども、あー、うるさいね、まあいいか、まあ、最初はなんですけども、皆さんがなるべく知ってるものから最初にちょっとやっていきますね。まあ、多分順を追うごとに、後半に行くごとに知らないものを紹介していくと思いますので、その辺ご了承ください。ってことで、まあ立ち、おお、すんげえ銃声盛んだな、盛ってんな今のダダダダダン、勢いよかったな。でも、ね、皆さん多分知ってると思うんですけど、とりあえずね、立ち回りの基本、屋根に登ることが鉄則です。屋根に登ってください、常に。屋根に登ったら絶対にいい立ち回りができるようになると思うので、屋根に登ってください。で、屋根に登る方法は、まあ多分前回の動画でも紹介したので端折るんですけど、まあ、今回この3階建ての湖畔の別荘のこの屋根がですね、まあ一番強いんじゃないかな、この2つで。この2つの3階建ては屋根ごとに行き来できます。こうやってあのハイジャンプですね、これもハイジャンプを使ってあの行き来できますので、これも覚えておくといいと思います。あと、このね、コーヒーショップっていうのかな、このあのスタバ、このスタバ、荒野スタバのですね、屋根にもこうやって登ることができます。こっちから帰ることはさすがにできないですね。でも、こっちから帰ることはさすがにできないので、まあ、一回行くぐらい。ただですね、ここの屋根って、このコーヒーショップ、スタバの、あの、屋根ってね、実はね、登れちゃうんですよ。これ以外でも。これ以外でも登れちゃって、ここですね、ここ。ここの、ここ。これね、これね、登れる屋根と、登れない屋根があります。もう最初に結論言ってしまうと。この屋根はね、登れないんですよ。この屋根、この屋根はね、登れない。こうやって突っかかってしまうっていう、まあ、まあ、いつかのアップデからね、登りにくくなったっていう感じになるんじゃないかなと思います。でも、なんかね、登れるコーヒーショップもあって、ちょっと今から移動しておきます。ここですね、ここ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 。なんかね、ここのコーヒーショップ、スタバだけ、この間隔がね、狭いんですよ。ここの、このなんかわけわかんない空調と、この、なんていうの、パイプの間隔が狭くて、ここだけね、登れるんですよね、ここから。まあ、なんでだろうね、まあ、他にももしかしたらあるかもしれないけど、それは後々見つけたらちょっとあの言います。ただね、ここのコーヒーショップ、マップでいう、まあ、この辺ですね、ここのコーヒーショップだけなぜか普通に登れちゃうっていう感じになってます。で、ただなんですけど、この車を使えばどこのコーヒーショップでも屋根に登ることができるようになってます。で、この入り口の反対側っていうのかな、どっちが入り口かわかんないけど、まあ、仕組み的に入り口の反対側まで来ていただいて、そしてこうやって扉を開けます。扉を開けます。そんでもってジープに乗り、そう、今回はね、無課金でもできるジープなんですよ。ジープに乗り、ここに扉に乗る、そして上に乗る。
っていう風にやったら全部のこのスタバコーヒーショップで屋根に登ることができるようになってます。でなんかもしねこの中から足音がして打ちたいっていうならこの角っこから中に打つことができるってなんかこのかっこぐらいの視点なんか暗殺の視点みたいな超かっこいいこの視点でね倒すことができるんでもうこういうのも使ってみるといいんじゃないかなと思います。さあ続きましてここら辺一帯ですね。ここら辺一帯に関しては、まあ、まず近場にあるやつから説明していくか。これこの段ボールですね。この段ボールから、この赤平屋の屋根に登ることができます。まあ、別にここに登ったからといって特にそんな強いってことはもしかしたらないかもしれないけど、まあ、敵をガン待ちするときとかに、まあ、割りかし使うんじゃない。まあ、基本立ち回りの何ですかね考え方的に面として考えるとこれが壁になるんですよ。これが壁になるってことは向き的に垂直こっちの方向195の方向の敵から射線を切れるっていう風に考えることができますので、まあ、そっち側にいる敵からしたらこのポジは有利になるんじゃないかなと思います。で逆もまたしかりですね。こっち側にオレンジ側にいる敵からしたらここの屋根に登ることによってまあ危険だけどねここから登るとまあでもここは強いぜっていうポジションになってます。さあということでオレンジの方行きますか。よしということで続きましてこちらオレンジのハウスですね。オレンジハウスこれね旧マップにあるオレンジハウスとまあ一緒なんですよね。一緒なのでまあおほおおおおおおおしゃべっとるんじゃわしはもうボットもなくせるルームとか作れないかなあってもいいよね。まあまあまあちょっと倒してくれちょっとお静かに願いまーす。よしはいということで、まあ、だいぶ前にね超前に多分動画に上げたと思うんですけどオレンジの立ち回りみたいな感じで動画上げたと思うんですけどここのオレンジね車があれば2階から侵入することができます。まあ一つがここですね。まあ、ここ多分見てわかると思うんですけどここね登りやすいんですよ。まあ、ジープでも登れちゃう。だからつまり無課金の人でも登ることができる。2階から侵入することができるという風になってますね。よし。でですね、もう一つの侵入経路なんですけど、これもね、結構テクイ。これは結構テクイ。これは結構テクイし、奇襲を仕掛けられる。まあ、普段、敵が居持っている場所、まあ、普段敵が居持っている場所、ここじゃないですか、ここ。ここで基本戦うじゃないですか。なんかここ階段から出てくる敵を撃っていく撃っていくみたいな感じで戦うと思うんですけどここで待ってる敵に対してめっちゃ強いとずり方があってそれが、まあ、ここの扉をこの外側に開ける扉を外側に開けてジープに乗り移り扉に移りはいドーン強いでしょこの戦い方あるんでねもうこれめっちゃ使えるんじゃないかな。オレンジの家この形の家だったらねできるんで、まあ、旧マップでも新マップでもやってみるといいんじゃないかなと思います。さあ続きましてですね続きましてこちらの赤いなんていうのレストランっていうのかな、まあ、あのレストランって呼ばれてるけど全然レストラン感のないなんなら寝る場所までついてるちょっとあのかもしれないんですけどこのレストランのあれですね屋根に登ることができます。これ多分、ね、知ってる方多いとは思うんですけどここですね角っここの角っこですね、まあ、大体のレストランにこの角っこ全部ついてると思うのでこの角っこから屋根に登ることができるようになってます。まあ、結構ね形も入り組んでて屋根ね車線切れる方向が多いので割りかし強いんですよねここだからおすすめのポジになってますっていうことで次行きましょう。さあ続きましてこちらですね。こちらウェスタンデリーさんです。あのバーです。ここバーって書いてあるんで多分バーだと思います。でこのバーなんですけどこれも実は屋根に登ることができます。多分これの屋根にさ登ってるって人と見たことないんじゃないかな。どうだろう僕は見たことないんですけどとりあえずここの屋根に登ることができます。でどうやって屋根に登るのかと言いますとこれねシルバニアのまあ多分都心シンクかなんかの裏技で上げたものと一緒なんですけどこれジープでできるかな。これジープでできるかわかんねえや。まあやってみるか。よしここのですね内側に入ってちょ瞬間移動するな。内側に入ってジャンプ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 そうすると上に瞬間移動します瞬間移動ワープするんですよね。これで屋根に登ることができるようになってます。ただねこの屋根ね別に強くない。もうなんなら超弱いなんなら超弱いっていう感じなのであまりおすすめではないんですけどまあ、知識としてあっても、まあ、面白いっちゃ面白いんじゃないかな。
まあなんでもしよかったらこれもやってみるといいんじゃないかなと思っております。一応ねこれジープでもできましたね。ってことで次いっちゃいますか。あそうだ、あとさ赤レストランじゃないけどちょっとアンチちょっとミスってつけちゃってたけど、まああのなんとか耐久しながらやりますわでちょっとあのハラハラしながら見ててください。でこの赤レストランともう一つこのオレンジレストランっていうんですか、オレンジヒラっていう、まあ、これあるじゃないですか。まあこれもレストランって言われてると思うんですけど、このオレンジのレストランみたいなやつもあのね実は屋根登れます。ここ角っこですね。まあ基本この角っこのパイプからはだいたい屋根登れるんで、しかもねこのオレンジのレストラン結構強いんですよ。これねマジで車線を切る場所がいっぱいある。伏せてればね、まあ、ただこの雪山近かったら弱いかな。湖畔のこのレストランは弱いけど他のところのレストランめっちゃ強いんで、もしよかったら使ってみるといいと思います。よーし、ってことで最後ですね。最後死にかけだな俺、死ぬ前に説明をしたい、ここのね教会って言うんですけど、この教会屋根登れます。実は屋根登れます。待って頼む、まあ、さっきやった要領と同じで、びっくりした、あ回復あったラッキー。さっきやった要領と同じでこのように扉を開ける、そしてジープに乗り込む、そしてここに乗れる乗れちゃうんですよ。この教会実は屋根乗れちゃうんで、本当にまあどうだろうな、まあ、結構この教会って湖畔の中でも離れた場所にあって、まあ、孤立してるんでわりかし強いっちゃ強いんですよね。まあアンチ入った時とか結構強いんで、まあ屋根に登って戦うことはあんまないと思うけど、まあ、あり一つの戦法として考えてもいいんじゃないかなと思います。まあ、この教会の屋根に登ってるなんてことはなかなかね多分わからないと思うから、立ち回りとして結構気づかれずに敵を倒していくっていう可能性もあるかな、できるんじゃないかなっていうふうには思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね湖畔の別荘のですね立ち回り小技をですねちょっとやらせていただきました。ぜひやばいおいじゃあ最高になりましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上になります。次回をぜひお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。